修正とかが必要というふうにはお考えにはなってない、村山談話を詳細に今頭の中に入れていませんので、これは今ここではコメントは控えます。ちょっと慎重な。そうですね。で、次に朝日新聞の星さんに言われました。文章で出すように。で次に河野談話についてなんですけれども、多分ずっとそのコメントになりますよ、それ言われれば。そうですか。だって今何もノンペーパーですもん。多分政府でもそういうやり取りはやらないでしょう。だからやっぱりそこはきちんと正してくれるかどうかっていう、皆さんとの信頼関係のもとでできるかっていったら、やっぱりちょっとこの間ああいうことがあったのでね、ペーパーでなければやっぱり回答しないっていう、そういうコメントにもうこれからやっていこうというのを思ってますのでね。でも一応ちょっと聞かせていただきます。聞いてください。はい。この談話に関してなんですけれども、はい、この中にもその慰安婦の強制かどうかというところで、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったという記述もありまして、必ずしも軍が全てを強制したとは書かれていないんですけど、それでもやはり強制というふうに取られる部分があるので、これはやはり修正すべきだというふうにお考えですか。明確化するところは明確化しないといけないと思いますね。募集とか移送、そういうところに一定の関与があったっていうのは、これはもう歴史的な史実として出てますんでね。だから一番問題となってるのは、国家の意思として、拉致をした、人身売買をした、この点については今直接それを裏付ける文献的な証拠がないという閣議決定がありますのでね。で当時その河野談話をまとめた石原信夫官房副長官もですね、国家的な意思として、女性を拉致したとか人身売買したというところは、そういうものはないと、それはそういうことは見つからなかったっていうところをはっきり言われてますのでね。だから修正とか否定じゃなくて、僕は明確化だというふうに思ってますけどもね。その河野談話をより明確化すべきじゃないですかと、誤解を生むようないろんなその解釈、まあ、そこが外務省がやったね曖昧戦略なんでしょうけども、この曖昧戦略が今非常に禍根を残して問題になってると思いますよ。だから軍の関与をね全否定するとか、その河野談話を全否定するっていうのはありえません。それはで総じて意に反してっていう言葉も、それはやっぱり、慰安婦の方からすれば意に反してっていう気持ちを持ってる人多いでしょう。それはだからそこの総じて意に反してっていうのは、慰安婦の方の気持ちはその通りだと思うんですけども、国家の意思としてね、公権力の行使で、まあいわゆる国家的な拉致ですよ、で国家的な人身売買というように世界では今取られてますから、その日本に対する非難というもののやっぱり強い部分はその部分なんでね。でそこが明確化になってないということです。だから募集、移送、あと何でしたっけ、管理でしたっけ、施設の管理ですか。施設ね、はい、募集、移送、管理ですね。募集と管理ですよね。それ施設の管理は性病の蔓延を防ぐために検診なんか、そういうことは軍が関与してたことも、これは歴史的な史実でありますんでね。だからその中で重要なのは、その募集とか移送管理、まあ、そういうところで軍が関与してたんでね、何でもかんでも日本が責任をなんか否定するような、そして慰安婦の方に対して、お詫びもいらないんだって、それは間違ってますよ。だからそういう意味ではその河野談話っていうのは事実も、まあ、事実というか、それはしっかりと河野談話を受け止めなきゃいけないと思うんですけども、問題なのは、一番問題なのは韓国との間で、特に慰安婦の方、まあ、韓国というよりも世界的なその評価の中で問題になっているのは、国家の意思として拉致をした、人身売買をした、まあ、この部分であると僕は思ってますから、そこについては明確化してほしいと思いますね。あったのかなかったのか、ごまかさずに。今の時点で、では明確な証拠はないというようなことを言ってほしいというよりは、それをまずじゃああるのかないのかはっきりさせたいという。そうですよ。だからそれは僕は政府の責任だと思いますよ。逃げずにそこやらないと。1993年のその河野談話を作った当時は、その募集とか移送とか施設管理にとどまらず、国家的な意思として
拉致をした、人身売買をした、強制連行したっていうところを認めろっていうのが、その当時の韓国サイドの要望だったんでね、そこを結局認めたのか認めてないのかっていうのがはっきりしないから、ずっと慰安婦問題解決しないんだと思いますよ。あの国家なのか軍なのかっていうのはちょっと微妙だと思うんですけれども、やはり軍の強制があったというのは広い意味でやっぱり認められるんではないかという気がするんですけど、そこはやっぱり国家は区別して、国家の意思なのかどうかということをはっきりさせたいという。軍も一緒ですよ、官権ということでね。だからそこは強制っていう言葉はね、僕は使うべきじゃないと思いますね。それは非常に曖昧です。だから今言ったように募集、移送、施設管理、ここで軍の関与があった。でその中で施設において、慰安婦の方がそうして意に反してね、そこで働いていたというところは歴史的な事実としてあると思うんですよ。でもこの事実をもってね、強制ってくくるのはダメだと思いますね。強制っていうんであれば何を強制したのかですね。それは強制連行なのかね、強制的な人身売買なのかどうなのかですね。それが軍の組織的な意思、国家的な意思でですね、場所場所によって多分いろんな大変な苦難を味わわれた方もたくさんいると思うんです。だからそこはやっぱりその事実を持ってね、僕らは反省もしなければいけないし、お詫びもしなければいけないんですよ。だから何でもかんでも全部否定してるわけじゃなくて、それは場所場所によってね、文書で残ってない、それは何でもかんでも文書に残ってるわけじゃないじゃないですか。だから場所場所によっては大変辛い思いをされた、軍の兵士からも辛いことをされたっていう、そういうことはあると思います。だからそれをしっかりと反省しなきゃいけないけれども、重要なことは国を挙げてね、国家が組織として、拉致をした、強制連行をした、人身売買をした、その部分について韓国からはそういういろんな主張がある中で、そこをはっきりと日本政府があったのかなかったのかを示さなかったっていうところが、今慰安婦問題禍根を残している最大の原因だと思いますね。だから日本はそういう国家の意思としての拉致があったのか、国家の意思として人身売買があったのかっていうことを慰安婦の方に言う話じゃないです。それは軍が関与したことは間違いないんだし、そこに意に反して辛い思いをさせられたってことも間違いないんだから、慰安婦の方に対してそれを持ち出すんじゃなくて、その国家の意思として強制連行したとか、国家の意思として人身売買したとか拉致をしたっていう話は、そのように評価をしている世界に向けてね、違うんじゃないかってことをしっかり言うべき話ですね。だからそういう議論がやっぱり今まできちんと整理されてこなかった。だから維新の会で議論してても、この強制連行の有無っていう話が、慰安婦の方に対して責任を回避するようなね、ややもするとそういう議論になってたから、多分今までそういうことで混乱してたんだと思いますよ。で僕はやっぱりずっとそれを自分なりに考えて、これは議論領域が違うなと整理しなきゃいけないなっていう思いでね、自分の持論を固めたんで、だから慰安婦の方に対してもうそんな国家の意思がとか、強制連行がとか、そういう話にはならないと思います。そこはそれを言う相手先は、世界はそういうふうに日本を一方的に侮辱している場合にはそれは違うっていうふうに、言っていくことであってね、僕はそれは言うべきことは言うべきだと思うんですよ。それをまた国際社会ではそんなこと言っても誰も聞いてくれないからとか、波数立たないようにとかね、あれだってトルコが猛烈な抗議をね、アメリカの議会の方がまた非難決議を、いろいろ過去の歴史的な事実について非難決議をしようとしたときに、トルコサイドの方も猛烈な抗議をこうやってるっていうところも聞いたりとかしてますから、やっぱり事実でないようなことについて非難決議をされようとしたりとか、事実でないことをですね、こう一方的にこう言われるようなことにあっては、やっぱり猛烈な抗議はしなきゃいけないと思いますね。だから認めるところは認めると。だから決して日本は大手振って何も責任ないとか、そんなことは言えないですよ。それは軍がやっぱり一定の関与をしたことは間違いないですからね。官権が直接これに加担したというところと、強制的な状況での痛ましいものであったとは書かれているんですけれども、強制的に連れてきたという記述はこの談話にもないので、ないでしょ。それを今おっしゃったことを聞いてると、全てこの談話の通りで全く異論はないというふうに聞こえるんですけど。違います。だからそれを作った時の背景を見るとね、強制連行の有無があったかどうかが議論になってるのに、そこについて明確な回答してないっていうところがずるいっていうことなんです。だから書かれてるところは
それは歴史的な史実として、多分それは史実に基づいてるんでしょうね、そこはね。だけれども本来書かなきゃいけないところを抜かしてるってことなんですよ、その河野談話が一番問題なのは、うん、じゃあないここに書かれてる内容が違うとか言うんではなくて、あの対外的に言うべきことを言ってなかったというところが問題だ。ただそれも読み方によってはそういうふうに強制連行があったとかね、強制的に拉致したとも読みうる、まあ、表現にもなってるので、だからその一般的なその定義として強制とかそういう言葉をね簡単に使うんじゃなくて、じゃあ何を強制したのかってことをはっきり示さないと非常に誤解の生むそういう文章になると思いますね。だから僕は明確化をすべきだと。否定とか、まあ、修正というとやっぱりそれはね、世界から見るとじゃあそれ否定したのかっていうふうに取られるんで、やっぱり明確化、それはあったのかなかったのかっていうことをね、一番問題点となっている部分についてあったのかなかったのかっていうのははっきりとやっぱり明示をすべきだと思いますよ。対韓国との間、対慰安婦の間、慰安婦の方との間ではそのような曖昧決着で済んだのかも分かりませんけども、やっぱりそういう曖昧な文章を作ってしまうと世界に向けて誤解をされる場合があるので、だから僕は歴史家でも何でもないですから、その文章はやっぱり曖昧ですと。だから全否定とかそれを修正するということではなくて、一番の論点について明確に答えてないから明確化すべきじゃないかというのが僕の考えですね、今の持論です。あの今の代表のお話は非常に今理解しやすいというか、まあ、納得いくところなんですけども、旧太陽の方々の中にはかなり意見のやはり違うところもあるんではないかと思うんですが、いや僕のこの説明で大体みんなどうでしょう、分かりません。あのだからそれは党内できちんとコンセンサス取ってませんからね、それをね、だからやっぱり不用意に、あのなんていうんですかね、だから今言った問題点があるからそれを間違ってるとかね、否定っていうような言葉を使うとやっぱり大いに誤解が生じるんで、やっぱり否定とかそうではなくて明確化っていうことであればね、これは僕は世界に対しても通じると思いますけどもね。多分読売新聞の今の論調なんかでもその明確化じゃないんですか、修正じゃなくて、ちょっと分かりませんけど、社説なんか載ってるのは曖昧にしてるところは明確化すべきだと。やっぱりそれは歴史、そこは歴史家がやる作業ですよ、それは政治家がやる作業じゃなくて、でもしそこできちんと事実がはっきりして、他国がもし違うじゃないかとかなんとかって言うんだったら論戦すればいいと思うんですけどもね、それは歴史家がやる仕事だと思いますよ。ただそこをやっぱり最後政治的に曖昧にしてしまったっていうところが大問題なんじゃないですか。だから河野談話についてそれを認める人たちっていうのも、なんかこの河野談話について意見ある人たちに対しては河野談話を修正かとか否定かって言うんですけども、書いてあることはほぼ史実に基づいてると思うんですけどもね、書いてることは。ただ問題なのは一番論点となっているところを逃げたっていうところですね。ではちょっともう一点だけ、あの侵略についてはこの前石原代表とお話しされて、党内で、まあ、あの歴史にしかまとめない、ね、ということだったんですけど、まあ、あのじゃあ従軍違反に関しても同じく、まあ、党内で、はっきりさせようとかいうことについても特にもう、ま、党としてまとめるということはないと。まとめなきゃいけない状況になったらやっぱりまとめなきゃいけないですね。それが党として何か見解を求められるような状況になればですね、また政策とかそういうところに反映してくるようなことになればそれはまとめなきゃいけないでしょうけど、今のところはまとめるような状況ではないんじゃないでしょうかね。それぞれいろんな解釈の仕方とかそういうことあるでしょうから。わかりました、ありがとうございます。